こんにちは、レゲンです、そしたら最近ちょっと、スピアフィッシングにハマったっていうわけで面白くてやってるんで、この安い森を使っていつもやってるんですけど、最近ちょっと1本この安い森の方が、使えなく、あの森先が折れてしまったりとか、三つ股が二股になってしまったので、この際なのでちょっとね、お金がないので高い森は買えないので、でもやっぱ青物のとこは着くときはやっぱ長い森がいいっていうのはよく聞いてるので、この際なのでこの2本を、1本にして長森を作ってみたいと思います。今ホームセンターで、適当なもの買ってきて、それでまあ試しに長く森をしてみようかな。まあ結構重たくなったり重心がどうなるかわからないんですけど、とりあえずやるだけやってみようかなと思うので、とりあえずこれでね、大物、石台、黒台、シーティア、ブリなんて入ってくるのかな、この辺。ブリ…フラギぐらい冬やな。あブリは冬やわ、真冬。真冬に潜って撮るのもありかなと。まあとりあえず、まあ、作るだけ試しに作ってみたいと思います。どんなになるかはわからない、成功するかも知らない。とりあえずやるだけやります。とりあえず片方切ったんたんですけど、ちょっと断面が汚いんで綺麗にしていきます。それとこっち側、この前ちょっと試しにやっとったんですけど、ちょっとうまくいかなかったんで、ここはもう思い切ってちょっと短くなるけど、切断してしまいます。で、こんな感じ。まあ、いや、格好、不格好はどうあれ、とりあえず長く森を作ることが大事なんで、そっちを優先していきます。で、今回使用するのは、クイックメンダリー。コンクリート、金属用。あとは、まあ、ゴムをつけるとこは、まあ、こんな感じのやつ。キットに買ってきて、これをちょっとはめ込んでみて、あとこのステンレスのナットと、これをつなぎ目にちょっと使ってみようかなと考えてます。まあうまくできるかはちょっとわからないんですけど、なんだかんだやってみます。ちょっとナットがやはり入らないので、ちょっとナットの方の角をサンダーで落とすっていうか削ってきます。はい、そしたらマットの角落とし、はい、角落としを全部終わらせました。これも、ね、3つともやりました。そしたら今から接着して入れていきます。ここにマットを埋め込んでいきたいと思います。でもいい感じだね。うん、まあ、これでちょっと固まるんだ。これはでもこれで盛り先やられたら終わりねえな。また盛り先を作らないってこと。盛り先のこと盛り先はちょっと難しいね。難しいな、多分、うん、結構難易度高めやな。ゴムを通すためにこの金具をここに取り付けていきます。でほぼ完成かな。あともう少し、すっげー固まる、めっちゃ固まるな。
時間早くてラブリーですね。これはやっぱ硬化時間早いと作業がはかる。これはちょっとそっと置いておきます。もういい感じにできてきたかもしれない。よし、こっちもこんな感じ。今だいぶ固まってきた。これ置いておきます。そしたら次は先ほどの2本をつなぐためのこれを、ここあるとつなげないんで、ここをカットします。あともう少しで切れるんだけど、熱くて触れなかった。冷まします。ここからずっとで、ここつなぎ目ですね。ちょっとまだ以外に乾いてないんできっちり締めれないんですけど、ここつなぎ目、そしてこのままずっと、おお、ちょっと森がある、天井に森がある。まあちょっと見にくいから、天井的に何メートルぐらいあるのかな。盛り作りはこれで終了。まあちょっとまあまあいい感じできるかは分かりませんけど、よかったら試してみてください。取るの忘れてた。はい、2本で1本のやり、まあ2つつなげて使いますけど、これで持ち運びもね、2つに分けれるから長盛りとしては十分使用価値があるかなと思います。次行くのが楽しみ。